さあ河村勇輝がコートに入ってきました。まあ田山さん、どう流れが変わるかですね。そうですね、はい、まあ渋谷がだいたいこのぐらいでね、関野がつきます。メンバーチェンジしないするんですけど、はい、しないですからね。そうですね、はい、まだスタート5人が出ています。ここですね、このマッチアップ楽しそうですよね、はい、見ててもすごくきます、はい、まだボールキープ、自ら入っていきました。最初のチャンス、ボールタッチで得点を決めていったという川村です。私たちは DSE っていう風になってるはずなんですから、はい、そこでね、ああいう風にやられてしまうとやっぱりショック大きいでしょうね。中2日しっかりと切り替えてきたという三ノ関渋谷です。さあコート内には小川も入っています。さあ第2クォータースタート、まずは川村勇輝、川村には小川がついています。この戦いはね、大学でやってますよね。そうですね、パスをもらいながら動きながらの整理時のマカルー、石井康介、石井のスリーポイントシュート、失礼しました、先ほどの得点は小川の得点です。このあれですからね、同じチームでやった、同じチームでやった人間ですからね、はい、強化第1コンビ小川対川村、マカルー右手のシュート、まあ、難しい体勢ではありますが、よく決めましたね、はい、タフショットだったんですけどね、サンロッカーズ渋谷はスリーポイントシュート3本目成功です。河村スピードを持って入っていきました。ファウルをもらいます。まあ今日は相当しつこいディフェンス、19対77で渋谷が取りました。そして2度目の直接対決は80対73で予感を取っていますが、スペースができました。河村得点です。キープアウダ、河村ゴール下に入っていってパスアウトするか、まだボールキープ、いいですね、ドリブルスルーから、はい、いや一応キックアウトするかなというふうに思われましたが、強化がありましたね。すごいです、はい、そして河村このキープ力、いいですね、ドライブスルーからのレイアップ、はい、シュートが多くなるとチャンス生まれますよ ね、 そうですね。最終第4クォーターはいい入りをしました横浜です。ここでまたそうですね、中流から小川からちょっと危ない、いやヒヤッとしますね、福岡第一高校、その後日本体育大学でプレーをしているという小川、特別指定選手としてサンロッカーズ渋谷でプレーしています。